はいどうもこんばんは。2018年3月の23日、17時45分です。和道です。よろしくお願いします。着いたよ。ごめん、あのね、 Wi-Fi 車の中にね置いちゃったからね、あの取れなかったわ、申し訳ない。今からね電波バッチリなんで、どこまで聞こえてたのかな、どこまでのトークが聞こえてたか。俺がバカだから車に Wi-Fi 忘れちゃったのよ。それでね、全然ね、あの見れなかった、申し訳ない。着きました。石段は見れてたのかな？石段は。どうなの？石段見れてたの？みんな。あの、がっかり石段。なんか多分コメント見てる限りでは、車の中にだいぶ歩いたんだけどね。どうかな？ OK。石段がこれですね。石段見れてる？なんか想像と違くない？なんかね、幅がめちゃめちゃ広いんだよ。石段見れてたんだ。電波、駐車場向こうだったから相当距離あるんだけどね。ここでも電波拾ってたってすごいね。多分遮蔽物がないから、多分ずーっと拾ってたんだろうけど。じゃあ行きますよ。じゃあお願いします。ちょっと撮っとこうか、石段ね。こんな感じです。思ってたよりも幅がめちゃめちゃ広くて。なんか俺は、もっと神社みたいに石段が超狭くて、店がいっぱいあるイメージだったんだよね。ちょっと予想と違くない？なんかちょっと、なんかもっとレトロな感じをイメージしてたんだけど、綺麗に舗装されてるんだよね。じゃあお願いします。行きましょう。で、気温がめちゃめちゃ寒い。真冬？東京は夏だな、暑いな、つって、T シャツ1枚で上着脱いだぐらいだったんだけどね。はい、どうもどうも。皆さん楽しんでってください。どうも。じゃあ、イカホを楽しみましょう。群馬？伊香保？石段登っちょりますよ、皆さん。たくみさん、ワド2。たくみさん、テンション上がるんじゃないの？あの、なんか、聞いたらイニシャル D の聖地でしょ？たくみさんとかこの辺攻めたんじゃないの？あ、こっちの方だ！ちょっと振り向かないで。後ろは撮っていい？カズ。うん、いいよ、歩いてて。あのね、こうなると狭くなるわ。だんだんね、こっちになると、それっぽくなってる。うん。もっと狭いぐらいがいいな、俺は。寒い寒い。ねえ、なんか、イニシャル D の聖地って聞いて、あ、絶対匠さん好きだわ、と思って。すごいね、でもいいね、情緒があってね。石段で。その、なんつうの、温泉街って。ああ、旅配信初見さんいらっしゃい。楽しんでいってください。うぅ。情緒のある風景いいよね。旅配信見るのなんか1年ぶりぐらいの旅配信だからさ、結構あれなんじゃないの？あの、見たことない人多いんじゃないの？寒いよ、本当に。めちゃめちゃ寒い。いや、寒い。あ、石段がね、だんだん狭くなってきてる、歩いてくると。え、お店とかって何時ぐらいまでやってんの？だよね。だよね。おー、射的場だ。安いね、1回300円だ。歌舞伎町1回1000円だからね。そっか。うん。もう振り抜いてもグランドホテルっていうのがあるんだ。SP さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。寒い。あ、そうなんだ。まあ明日来ればいいんでしょ？起きて。あ、これが有名なアヒル神社だ。これはほら、有名な。何これ？アヒル神社発見したんだけど。これなんか、あれでしょ？多分観光客の悪ノリでしょ？絶対。願い事みたいな感じ。ねえ。これでもいいね。かわいい。勝手になんかアヒルデコされてる。これ絶対勝手にやられてるよね。一人が始めて悪ノリになっていったパターンでしょ、これ。これ面白いね。うん。アヒル。射的の景品かなんかだろうね。アヒルを立てまつってるね。アヒル立てまつってるよ。いいよね、こういうの。ああ、こういう感じ、こういう感じ。ちょっと待って、こういう感じよ。そうそうそう。
こういう感じ、こういう感じ、俺が。そうそうそう、こういう感じ。だんだんそれっぽくなってきたね。入り口が変だっただけだったんだね。いやー、寒いわ。寒い。一人旅じゃないよ。今、リスナーのね、カズとね、のんちゃんがいる。徳さんいらっしゃい。みんなフォローしてね、よろしく。どれどれどれ、テルマエロマエの撮影地、どれどれどれ、あれじゃ、え、なに、は、え、大弓、あ、あそこ、え、あそこで撮影をしてたの、テルマエロマエの。え、あれ温泉なの、中、あの、こう、湯気落ちて、うん、ほー、へえ、寒い。いや、かじかむぐらい寒いよ。いいね。こういうところ来るとなんか来たな、旅って感じだよね。でも人多いね、ここは。うん。ほうほうほう。なるほど。群馬の人はここは来ないの？群馬たまに、あの、あれかな。ほう。会社の。ほう。あれ？打ち上げみたいな。マジで行ってきた？あ、あそこ弓矢。あ、弓矢だ。棒がいいじゃん。弓矢で射的もできるんだ。そうそうそう。いいね。のんちゃん。のんちゃん。あ、ちょっと待って。あ、これやってほしいね。リスナーさん、これやるべき、のんちゃん。どう思う？やるべきかな？やらないべきかな？どう思う？どう思う、みんな。やるべきだって。のんちゃん、これはね、自腹でやった方がいいよ。あ、これ、よし、財布持ってきてない。だから財布持ってきてないってどういうことだ？100円あるかな？これ。ヘルツの？これヘルツ。ああ、やっぱり。100円ない、うん、なんで金持ち歩かないんだよ。おごってもらう気満々じゃん。500円玉集めてんだよ。あれでしたっけ、リステリンでしたっけ。そうそう、リステリン貯金。あら、5回目だ。できない。じゃあ、おばちゃんに、おばちゃんに1000円持ってって、おばちゃんに、あの、外のくじで、いいよ、いいよ。あの、いや、100円じゃなくて、1000円持ってって、1000円こっち。いい、大丈夫。のんちゃん、おばちゃんに、外のくじやりたいから、崩してもらえませんかって。下手くそか。止めて止めて。はい、おばちゃんのとこ行ってきて。うん、のんちゃんが今ね、こういう占いするから、こういう占い。こうね、これやるべきでしょ。あなたの恋、占ってみませんか。イカホはいいね。うん。あそこら辺がね、もうちょっとお店が。上の方まだあるんだ。うん、神社までね。ほうほうほう。これでも石畳で、石段っていいね、なんかね、像があって。これ、小手半見えるんですか。小手半見れるよ。なんか被ってるけど。いや、こっち側に表示させるために起動してるだけだから、これとこれがリンクしてんの。あー。で、緑の部分を抜いてるのよ。今何人見てるんですか。今ね、98人。ああ、でもちょうどいいかも。まあね。うん、200人ぐらいになるとちょっとね。バチャバチャ。バチャバチャするからね。うん。うん、都内から何時間ぐらい？車でね、かっ飛ばしたら1時間半とか2時間とかだと思う。のんちゃんが途中休憩何回かしたから。うん。こういうのいいよね、大見総長ね。北海道だからさ、なかなか来れないでしょ。だからみんなで一緒に旅してる気分になれるからいいよね、こういうの。じゃあのりこのこういう占い行きます、うん、頑張る。
ってのんちゃん。頼むよ。いい結果が出るよ。のんちゃん頼むよ。わかんないけど。いいのが出ろ。え、なに？そう、ちょっと待って、ガチャガチャみたいなシステムじゃないの？うん、え、ちょっと待って、待って。これ100円入れて、これ蓋開けて取る感じなの？そう。はい。はい、のんちゃん。いや、のんちゃん開封。うん。あ、そういうシステム。ちょっと待って、もう一回それ蓋開けてみてくんない？ガバガバだね。100円、あ、こういうシステムなのね。弓矢がすごい楽しそうだった。弓矢、明日やろうよ。弓矢。いいね。はい、夢みたいだわ、はい、のんさん大きい声でじゃあ読み上げようか。はい、恋みくじ超大吉。恋の持ってるな、こいつ。恋をするものは自分の思い一つなの。どんなことも良い方向に考えることが大事よ。全ては思い通りよ。さすがどっちゃん。今日のラッキーアイテム、ポーズ。今日は黒色に注目、ヒントがあるわよ。あ、黒に注目だ。黒に注目、どこ？読んで。え？黒色に注目、ヒントがあるわよってことに。本当に持ってるね。すごいのんちゃん。本当に持ってるよね、あなた。ラッキーアイテム、ポーチ。超大吉で黒色に注目。超大吉ってあるんだ。でもさ、こういうのさ、俺、数分かってっから、俺。うん、何？いや、数分かってっから、ちょっと持ってて。うん、ちょっとか、数ね、リスナーの数に、ちょっと、うん、これね、持ってる。角度をこう持ってる。こうね。そう。あのさ、こういうのって全部、あれなんだよ。全部超大吉なんだよ。わかる。そういう、俺は、トリック嫌いだから、いきますよ。はい、何があるの？これ絶対超大吉だらけなの。そう、やっぱ温泉街でさ、カップルがさ、嫌でしょ。今日とか出たね。今日とか出たら。だからやっぱりそのお店側は配慮してるんだよ。そういうね、俺はね、そういう理屈を分かってる男だから。じゃあ行きますよ、皆さん。これ行きます。大吉。ラッキーアイテム、トランプ。鉄は熱いうちに打ちなさい。チャンスと見たらすぐにとことん行動あるのみ。それができれば成就するわ。今日は緑色に注目、ヒントがあるわよ。あ、緑色だ。緑色。あ、もう、こういうことか。こういうことか。のんちゃん、緑色だもんね。うん。ええー。ドワードさん。すごくない？でも。ラッキーカラーが緑と黒で、すごいね。ちょっとこう、これ、超大吉。ね、うん、俺の分もあげる。はい。超大吉。うん。うん、じゃあ行きますか。行きましょう。じゃあ行きましょう。もう、今日弾けないっていうね、ここでね。ここで金梅さんなら今日弾いてるんだよね、絶対ね、うん、ここで今日を弾けない俺、悲しいよね。うん、悲しいよな。ここでね、多分ね、売れるトム・ソーヤ池上とか今日弾くんだよ、このタイミングで。ダメだわ、悲しいな。ここで大吉弾いちゃうっていうね。よいしょ。なんかここおしゃれなんだ。うん、ここもいい旅館。旅館なんだ。うん、はあ、持ってなかったね。そうね。普通すぎて。うん、あ、うどんある。でももう片してる。まあまあ、時間がね。わなげもあるよ。何これ、もんじゃまん。もんじゃを肉まんで包んでんだ。地元の人も食べたことないかもしれない。うん、数はダメダメ。映されたくない人映すのはダメだよ。ここ温泉流れてるのは見える。はい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 。ああ、本当だ。こっから行ってんだ。そう、下まで。これなんで触らないようにしてんだろうね。熱いのかな。湯元が近いから。触らないでっつうか乗らないで。
いやだからなんでガラスやってんのかなって。ねえ、手でさ、熱いんだろうね多分。うん。ちょっとあのさ、おもちゃ館はもう確実に閉まってんの？あ、どうだろう、微妙な時間だな。この通りにあるわけじゃないんだ。あのね、さっきね、あのちょっと、てかここずっと一本道だったと思うんですよ。はい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 。通り過ぎたと思う。なるほど。あの水沢うどんよりも、下の方。なるほど。でも絶対この道まっすぐ、下の道まっすぐ行けばある。なるほど。要は振り向いて右側に行けばいいってこと？そう、右側に。オッケーオッケー。どうだろうな、明日時間があるんだったら行ってけばいいんじゃないかな。帰り道じゃないかな。明日は全然夜家に着けばいいから。あ、じゃあ寄ってけばいいんじゃないかな。ね、今日は旅館どっか取って行くのはいいじゃないか。旅館どうしよう、そういえば。ワードさんか、それか足湯、足湯やる。のんちゃん端っこ取ってあげようか、下にして。いいよいいよ、足湯やめとく。いや俺はいいや。じゃあ、いいか。いいの？で、で、旅館取らないでね。うん。そうだよ、旅館どうする、うん、旅館どうする、うん、全くノープランで来ちゃったよ。ワドさん、あそこ楽しそう。何？ピカピカしてるとこ。何ピカピカって。ゲーセン、ゲーセンか。あ、それ旅館の中だね。旅館の中のゲーセンだよ。うん、ワドさんは予算いくらぐらいなの？え、何？予算って。旅館一人さ、うん、いくらぐらい考えてんの？え、いくらぐらいからいくらぐらいの幅があんの？うん、うん、まあ安いところに泊まるんだったら多分7000円ぐらい。一人？うん、一人。うん。で、まあ普通ぐらい。ちょっと楽しみたいなっていうんだったら1万5000ぐらいで、ほうほうほう、もううんと楽しみたいっていうんだったら3万ぐらいかな。1人3万ぐらいがマックス。どうする？最低7000円でマックス3万だって。俺のりこの分出さないといけないんでしょ。7000円でよくね。どう思う？配信するなら3万のコースって言った。だって2人で6万だぞ。泣くね。いや、さすがにだって運転してもらってさ、あーどうすっか、どうする。みんなは3万と1万5千7千だったらどれにすんの？みんなは、みんなだったら。ちょっとじゃあ後で返事しようか。え、これ何どうなってんの？この先は。この先？寺がどうとか。うん。あ、そんなに上がるんだ。結構上がるね。あそこに段数書いてるよ。うん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 。今266。266。あ、段数も書いてあるんだ。そう。え、ハワイ王国。ハワイとなんか交流結んでんの？それは知らない。なんかハワイ王国なんか。なんか、なんとかって書いてあったよ。あ、いいね。あ、お土産いいね。下駄？はぁ。いいね、いいね。はぁ。ここもね、男は7000円で、女の人は1万5000円が多いの。どうしようか考えよう、うん、ご飯は、いや旅館で食えばいいんじゃないの？わかんないけど、
見て決めた。いや、まあまあ任せようよ。地元の人が間違いないから。まあまあ飯はね、ぶっちゃけね、2時ぐらい、1が昼ぐらいに食ったんだよ。だからまあもう2時間ぐらい、2、3時間したら腹減るかなって感じ。何これ。おおしゃれ。何これ。カフェ。まんじゅう屋さん、うん、ここが有名だよ。食べられるの今。食べられる。あ、でも、ああ閉まってるか。わかんないの。閉まってるね。いや、電気ついてないもん。ここ。うん。まあ、ほら、じゃあさ、こうしない？じゃあさ、のんちゃんの意見聞いてみようか。どう？まあまあ、ちょっと聞くだけ。ちょっと聞くだけ。ねえ。ちょっと待って。のんちゃん、ちょっと待ってね。あ、今設定バグった。ちょっと待って。のんちゃんさ、好きな数字答えてほしいんだけど、うん、14,000円と、うん、14,000円と、うん、30,000円と、60,000円。14,000円と、30,000と、60,000。どれがいい？14,000円。え、じゃあじゃあじゃあ、60,000円と30,000円と14,000円の3つあるとしたらどれがいい？60,000円。うん。いいよ、もうどっか行って。聞かなきゃよかった。あ、神社こんな感じなんだ。へぇ。はいはいはい。なんだっけ、神社は200、はい。はい。右翼の人。神社。はい。右翼の人を教えてください。はい。右翼の方、はい、右翼の方いませんか？二礼二拍手一礼。なんで誰も答えらんねんだよ。なんで誰も答えないの？ね、でもあといくつってもうその温泉だけだけど、うん、もういいんじゃん。行ってみる？私と、うんうん、まだ行く？じゃあ行こうか、うん、こっち。じゃあ、わかんない。二礼二拍、いいや。じゃあ、後でお参りしまーす。え？それやってるとこ見たい。あ、いいよいいよいいよ。大丈夫。え、なに？これこっち何があんの？え、こっちにあれだよ。温泉があるんだよ、日帰り。日帰り温泉？あー、露天風呂があるって言ってたやつ？はいはいはい。あー、いいなー。なんか言う、いいね。暮れ時の。青くなって山が綺麗だよ。二礼二拍手のみか。ありがとうございます。二礼二拍手一礼？最後一礼入らないの？二礼二拍手一礼？うん。はい。最悪でした。寒い寒い。マジ寒い。寒いな、マジ。二礼二拍手三段跳び？三段跳びっていうのを俺リアルで見たことないんだけど。
やっとね、やっとかないと心配したならやっとね。いや、物理的に不可能ぞ。やったねとかじゃなくて。寒いなぁ。でもやっぱあれだね、昼間来ないとダメなんだね。昼間から夕方だね、観光地は基本だな。帽子ね、これね、 X さんにもらったの。エースカフェロンドン、エースカフェロンドンって言って、なんかかっこよかったからパクってきた。もらったというか、なんかいらなそうなところに置いてあったから、あのシーフしてきたね、ギってきた。お賽銭入れて金鳴らして二礼二拍手、え、礼から始まるんだ。二礼二拍手、二礼二拍一礼ね。ありがとうアンコロ。はい、マチルダワトツー。うん、いやー寒いね、本当に冬寒い、鼻水が止まんないもん。あ、でも外配信楽しいなあ。群馬県民の方、え、初見じゃないよ。夏香ちゃんはね、多分ね、昨日ね、コメント書いてくれたよ。うん。二軒だよ、だから、今。二軒。うん。パンダウンソさん、アイテムありがとう。え？何これ？すげえな。これなかなかすごくない？なんか好きなんだけどさ、車でお越しのお客様へっつって、回るなーっていう。こんなさ、車でお越しのお客様へっつってさ、こんなに回ることある？現在地からすごいな。俺初めて見て感動するな、ちょっと。新しくない？すごい回るな。なかなか回るよね。初めて見てるわ。パーキングこの先850m。 これすごいよね。パーキングこの先 850m っつってガー回る感じいいよね、うん、ちょっといいね。なんかこういうのは好きだよ、うん、ねえ。いや、それ建物建てるときになんとかなっただろうとかさ、いろいろ考えるよね。ならなかったのかな、なんとか。そうそうそう、向かい側なんだけどなんとかなったはずなんだよね。こういうの香ばしいよね。こういうの好きだわ。暗くなってきたね。やっぱでも外配信にコメントこれ透かすのありだな。うん、これ外配信でも生きるね、このコメント。なんか旅配信やってる時ね、コメントキャプチャーしたいと思ってたんだけど、クロマキーで抜けなかったんだよ。透過できなかったの、この辺が。これいいわ。なんかリスナーさんとやってる感じがする。一緒になんか思い出作ってる感じ。タイムシフト見てさ、自分のコメントなかったら寂しいじゃん。でもさ、何年か経ってさ、例えば3年後とかにさ、あの時の動画見ようよっつって自分のコメントあったら嬉しくない？なんか嬉しくねえか聞いてんだよ！おい！なんで答えねえんだよ。嬉しいだろうがよ。俺だけかよ。あ、アイテムありがとうございます。嬉しいよね。うん。よかった。嬉しいよね。うん。そうそう。やっとコメントが走るようになってきたから。嬉しいよね。よかった。なんかね、最近、ふわっちのリスナーね、問いかけに答えてくれないんだよね。なんか置いてかれる時あるから。うん。だから、みんな記録残してこうね。画面上に爪痕残していこうね。うん。え、切れるでしょ、そんな。一生懸命喋ってんのに。問いかけてるのに。答えてくれなかったら。何これ何これ、川？これは温泉かな？温泉の滝？すげえな。多分あの、切らしてるところが近いから。
おお。な、子供どうなの、子育て1ヶ月もう。いや、苦しいよ、本当に。なあ、大変だ。うん、だってさ、おあの、前コメントでも書きましたけど、おワドさん、寝てる時に起こされると切れるじゃないですか。ぶつ切れるね。それを1日に8回やられるんだよ。うん、8回か。あの、おかしくなるよね。何なんだろうね、その3時間おきでしょ、脱水しないように、脱水症状とかにならないように、うん、まあ、3時間おきとか、まあ、え、泣いてからあげるの、それとも、うん、なんつうの、あの3時間おきに、うん、自分からあげるの。最初2週間まではタイマーをかけてやってたけど、うん、今は泣いたらあげてる。おー、赤ちゃんの中でリズムができてきて、はいはい、3時間ごとに泣くようになったから。はい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 。だから、おー、おー、厳しいよ。大変だろうね、うん、でもいい思い出になるんじゃないの、今の大変なのが、うん、本当に。でもでも大変だって言うもんね。産後うつとかってあるから、うん、それぐらい大変だし、うん、あ、うん、かわいいだけじゃないね。まあまあそれそうでしょ。だって真夜中の1時2時とか自分が寝たい時に産まかれたら、うん、ちょっとギャーってなる。まあなるよね、うん、あれじゃん、カズも一緒に泣いてみたらいいんじゃないの。あ、やってみたよやったんか、うん、変わんないよあ、 ありとあらゆることをやるんだよ。ダメなんだ。ダメだよ。ダメなんだ。一緒に泣いたの。そう、あダメだったんだ。そう、赤ちゃん強えな、やっぱ。強いよ、うん、赤ちゃん舐めんなよとか言ってた。うん、赤ちゃんはやっぱ強えわ、うん、最強だわ、うん、暗いね、ちょっとね。そうだね。おー、はいはいはい。あそこは無料かな。はあ。ここが、あ、そう、ここ。何ここ、何がここなの。ここがね、あの、モミジで有名なんだけど、う、秋はライトアップしてるけど、今はしてない。はいはいはい。はいはい。ちょっと映すね。ちょっと映すね。あー、もう真っ暗で何にも伝わんない。すっげーいい風景なのに、真っ暗。あ、これ、真っ暗だわ。真っ暗。肉眼だとまだ少し明るいんだけど、まあ、これが配信だよね。真っ暗ですよ。この KY な感じ。まあ、こうなるんだね。まあ、しょうがないね。しょうがないね。まあ、ちょっと出るの遅かったからね。しょうがない、これは。で、ここは何なの？これもホテルなの？うん、ここがホテルだね。でもあんまり言わない方がいいか。わかんないけど。はいはいはい。色々。ここは何？あ、ここ温泉。はい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 。まずその先がそっちが、あれ、日帰り温泉とか、もっとそっち、あっちに道があって。ははは。遠い？私行ったことないんだよ。3人で行く？あ、時間ないか。そうなんだよ。うん、じゃあ戻ろう。戻るでいいの？いいよ。だって、いや、だって入る、あー、そっか。2人が入ったらいいじゃない。入る？露天風呂なんでしょ？うん、それともあれかね、旅館を予約して2人は。そうだね、旅館、どっちがいい？旅館がいい？旅館に、じゃあ戻ろう。戻ろう、戻ろう。うん。明日は昼からっつうか、俺はだから起きたらだよ。俺が起きたら朝だから。うん。うん、俺が起きたら朝。で、寝るときが夜だから。だからね、太陽とか知らないから、俺。自転とかさ。そう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 。赤ちゃんいるのに来てくれたのよ。うん。でも残念だな、7000円の旅館しかないんだって、この辺は。そうなんだ。そう。残念だね。うん。やっぱね、リーズナブルな感じなんだって、全体的に。うん、7000円の旅館行こう。いいよね、安くてね、統一されてる感じがしてね。いや、ほんとあね、熱海とか高かったもん、箱根とか。うん、ないね。うん、寒い。え、なに？今私は振り向いていいんですかって。振り向いても大丈夫だよ。予約はどうするんですか。あ、まあまあその辺は大丈夫、歩こう。いいよ。うん、大丈夫大丈夫。うん、うん、予約は大丈夫。あ、アイテムありがとう。うん、そうそうそう。私、ワトさんとドンタンの手形取らないといけないんですよ。
手形って何？さっきから手形が欲しい、手形が欲しいって言ってるけど、手形って何？持ってきた。いや、持ってきたじゃなくて、なんで俺の手形がいるの？いや、俺相撲取りじゃないから。いや、相撲取りでいいんだよ。なんで俺手形取られるの？いや、じゃあね、本当に、熱狂的なんだよ、カズは。カズはマジで熱狂的だから。いや、舐めない方がいいよ、ほんと。ガチ勢だからね。だって、カズ、群馬が地元なのに、俺福島の旅配信で福島駅、いや、突してきたんだよ、郡山に。だし、東京観光するって嘘ついて、旦那さんに聞いたら、いや、和道さんに会うためだけに来たんですよ、って。そういうやつですよ。出産中に俺の放送を見るやつですよ。うん。うん。手形って何？いや、リスナーさん受けるかもしれないで、俺がリスナーさんの手形とか集めてたら面白いかもしれないけど、その手形をどうするの？ツイッター、飾る？ベッドに飾る。病気でしょ。手形を取るの意味が分かんないな。何なんだろうね。額縁には入れないでしょ、多分。額縁には入れないかな。あ、でも入れるかもしれない。ラミネートするかな。ラミネート？俺、配信者の手形欲しいと思ったこと一回もないけどな。マジで寒いな。いや、変わってるっていうよりも本当に大変よ、うん、すごいね、ネットってすごいね。いや、クレイジーね、クレイジー。あ、カズってのんちゃんより背低いんだ。あ、同じくらいか。あ、そうだね。うん。寒い。めちゃめちゃ寒い。珍しいね。のんちゃんがめちゃめちゃ喋ってる。クララが立ったと同じくらいすごいことだからね。のりこが喋ったっつって。のりこ喋んないかんな。心霊配信じゃありません。心霊配信じゃありません。やめてください。寒い寒い寒い。でも明日はブリキのおもちゃ館絶対行こう。ねえ、よかったよかった。配信回ってるときこれくらい喋ってくれるとありがたいんだけどね。なかなか喋らない。サビー。あー、でもいい旅館かっけえな。え、ちょ、カズカズカズ、これ旅館でしょ？これちなみに超中下で言ったらさっきの、あ、これ上かやっぱり、うん、なるほど。こうなるんだ。これ上らしいね。やっぱ上は作りが違うわ。これが6クラスだ。やっぱそうなるよな。そうなるわな。なんかもう全然作り違うもん。ありがとう、アイテムありがとう。アイテムタイムないよ。もうアイテムはね、お気持ちで、リスナーさんのタイミングで。いや、じゃあ3じゃないよ。あれは1人3だから。わかる？あれは量、合計6だよ。あれは。うん。エースケさんいらっしゃい。寒い。まあだから、俺らはラッキーセブンだよね。験担ぎだから。やっぱ6って悪魔の数字だって言うもんね。やっぱ7でしょ。俺らは。あ、そうなの？そういうもんなの？そうなのか。
これ下、左じゃないんだ、上、こっちなんだ。あ、いいよいいよ、こっちで。うわー、なんかいいなー、寒い寒い。あ、なんかかっこいいわ、山って。山っていいなー。いや、山ないからさ、成田は。うん、成田っていうか千葉に山がないのよ。でしょ。でもね、一部だけなんか山があるところ、のこぎり山っていうなんか岩山があるんだけど、こういう風に山に囲まれてるの羨ましい。囲まれてるよ。ねえ、いいよ。なんかかっこいいな、山ってな。このちょっと画面じゃ伝わらないけど、そう、雲と山の切れ間、雲がかかって山なんだよ。やっぱこれでね、一眼レフのカメラでパシャッと行きたいよね。ありがとう、花火さん、ありがとう。楽しいね、花火、ありがとうね。そう、成田さんって言うけどね、くぼんでるところなんだよ、成田さんって。なんで山ってつけたの。成田谷とかの方がいいのにね。のこぎり山の大仏は石像で日本一かな。石像の立ってる仏像で高さが日本一だったと思う。なんかね、なんかで日本一だった。とんでもなくでかいよ。東京もないね、山はね。まあ、大観山があるだろう。大観山が。東京にはな、大観山があるんだよ。うん、表参道もあるから。日本寺って言うんだっけな。ちょっとわかんないけど。寒い。てか、マジで寒い。高尾山はあるか。そうだよ、高尾山から俺新宿駅まで歩いたんだぜ。マジであれ地獄だよ。誰で山手線一周配信始めたやつ。アイテムありがとう。あ、のこぎり山やったんだ。行ったんだ。俺も一回だけ行ったことあるね。結構いいよね、のこぎり山。ロープウェイでね。山頂が岩肌なんだよね。かっこいいんだよ。のこぎり山結構かっこいいよ。アイテムありがとう。ジャンレノみたい。そう。海鮮、あのね、海鮮はね、やっぱ東京のどこで食べるよりね、千葉で食べた方がうまいね。千葉は、普通にだから、海鮮は全然千葉の方がうまくて、野菜とかもうまかったね、千葉の方が。だから、地元から離れると、ああ、うまかったんだなってわかるようになるよね。離れてみないとわかんない。東京でうまいもんないもん。今日もね、桜水産でね、海鮮丼食ったんだけど、まずかったもんね。千葉はうまいよ。花火ありがとうございます、匿名さん。あれ、このまま行ったら今日の宿 3?14 じゃなくて3か、これ。あ、そうだね、群馬で千葉の話題はダメだよね。どんだけ地元好きなんだよって。ちょっと3が見えてきたんじゃないの、みんな。もう思い切って行っちゃう。ありがとうございます、花火2個ありがとう、徳明さん。ありがとうございます。よかったわ、 Wi-Fi でさ、ぶっちゃけな、3ヶ月でいくらかかったと思う。1万8000円かかったのよ、こいつ。3ヶ月レンタル1万8000円。税込み2万近く。よかったわ。楽しいね。これ2万円の配信だからね、これ。これ。ポケットマネー2万円かかってる配信だから楽しいんだよね、みんな。2万円分コメント書いて、ありがとうございます、本当に。花火ありがとう。すごくリッチな配信だから、まあ、3ヶ月、まあ、2万で現金で借りれるところがなくて、1個あったの、ここなんだけど、それね、あれだった、預かり金1万5000円って言われた。だからトータルね、3万5000円預けたんだよね。2万が、ここ明るくていいね。そうそう、こんなイメージだったんだよ。やっぱ細くないとダメだよね、こういうイメージだよね。こういう細いさ、こういうイメージだよね。うん、明るくて、ぼやっと。
これライトオレンジ色に変えた方がいいんじゃないかな。なんで白なんだろう。なんとかの滝？明日ね、俺はね、ブリキのおもちゃ館行きたいね。俺はブリキのおもちゃ館めちゃめちゃ行きたい。いいね、いいね。こういう感じだよね、みんなね。イメージしてたのね。こういう感じだよね。こういう感じ。うん。でも、お店がもうやってないね。全然。足湯がちらほらある感じだね。足湯が。閉まるの早いよね、温泉街。でも夜中までやってるところもちらほらあったりとかね、するイメージだけど。そんなこともないのかな？寒い、鼻水止まんない。寒すぎ。温泉配信できないっていうのがちょっと痛いよな。温泉配信。ところで宿どうする？マジで。いやマジで、もうゴール見えてきたから、そろそろ詰められるよ。1人7000円と1人7000円1万5000円1人3万円の3ランクあるんだって。どうする？7000円、1人7000円、1人1万5000円。だから倍倍倍で行くんだよ。7000円、1万5000円、3万円だよ。何それ。で、のりこ3万円って言ったからね。どうなの？ちなみに、みんなさ、なんだかんだ言ってるけど、のんちゃんと復縁したの？とか言ってるけど、何にも話してないの。何にも話してなくて、本当に、今後どうするとか何とかじゃなくて、ガッて家入ってきて配信中に、で、もう、俺、パッと旅行こうって。で、無理やり連れ出しちゃったんだけど、とりあえず気分変えて、お互いリフレッシュした状態で、まあ、ちょっと、込み入った話をしないといけないっていう。それが和道スタイルだから。いや俺が払うでしょそこは。いやのりこなんか財布持ってきてないんだよあいつ。ふざけんじゃねえよバカ野郎。本当に財布持ち歩かねえんだよあいつ。俺と歩くとき、ふざけやがってよ。俺より金持ってるくせえし。あれあいつが小じきだよ。俺働いてるよな。あののりこの方が小じきだよな。いや、どうなの？どうなの？いや、とりあえず一泊しかしないから、まあ、とりあえずね、来たことない場所に行ってみようっていうことで、いや、どうする？もう本当に決めないと。ありがとうございます、埼玉ありがとう。のりこを3万で止めて、俺が車中泊すんの？マジで言ってんの？なんでそんな思いしなきゃいけないの？俺温泉行きたくて行きたくてしょうがないのに。どうしよう。7153かコメント書いて。7か15か3って書いて。7153。7か15か3。7か15か3。全員書いて。何やってんの？なんかやってる。うん。何？手形？約束してないけど俺。ちょっと待って。何やってんの？いや早くしてない。ちょっと影が。何をやってんの本当に？のんちゃん手形もらった。何？なんで手形が必要なの？早く。いや分かったけど、どうすればいいの？じゃあ。違う、なんで手形が欲しい？ここに押して、うん、はい。え、何？もう一回やって。指ついてないよ。ついてるもん。やって。指ついてないって。ちゃんとやって。うん、
アスペだからこういうの気になる。え、これで赤になってんのこれ。なってる。押して。わかったわかった。こう、こんな感じでいい、これでいい、かぶせないで。かぶせない。無理でしょ。これでいい。食べてもいいよ、ちょっと。いいよ、そこで OK。ここで OK。はい。よし。なんで、なの、うん、押して押して。押して。押して。なんで手形が欲しいの。いや、記念。記念、はい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 。で、ちょっと手拭きますね。あ、うん。準備いいっしょ。いや、準備いいじゃなくて、なんで手形が欲しいの。不思議だよね。ちょっと待ってくださいね。カード出しますね。いいのこれ、ちょっとぐちゃっちゃったけど。え、あ、違うか、かぶったのか。かぶった。なんで手形が欲しいのか全然わかんない。あ、ティッシュもあった。もうちょっとティッシュ使う？アイテムありがとう。ありがとう。はい、じゃあこれもらうね。なんで赤くなるのこれ。不思議。わかんない。すげえな。え、はい、もう、ありがとう。ありがとう。ありがとう。すごい。すごいね。え、なにこれ、なに友達とかももらってんのこれ。手形。いや、もらってない。これ赤ちゃん用に用意したんだっけ。あー、なるほど。たまたま思いついたの。赤ちゃん用にね。そう。はいはいはい。ほー。え、じゃあさ。あ、大丈夫。ありがとう。ほー。あの方大丈夫。大丈夫。手形、手形。ちょっと待ってね。あ、わかった。指紋取られるんだ、これ。大丈夫よ。俺、何もないよ。俺、何も持ってないから。こいつらです。こいつらですってできるか。そうそう。ルリさんいらっしゃい。カズだよ、カズ。カズだよ。ローマ字のカズ。書くの？大丈夫、ノンタンってひらがなとか何でも。なんでサイン書いてんの、のりこ。ちっさ文字。ああ、嬉しい。ハートがついてる。うん。はい、ワトさん。俺も書くの？じゃあ、ノンさんお願い。数写さないでよ。はい。よし。どこでもいいよ。ワード。おぉ、達筆。あ、バランス間違えた。大丈夫、大丈夫。今日、3月22日。うん、今日で何日だっけ。3月の23。23って日付。これ写してる。うん。下だけ。みんななんて言ってるかな。うん。ハリウッドにも残そうって。おー、そうそう、すごいっしょ。指見てオーダーにするんだよ、ガイドハン。何言ってんの。ナイスアイディアでしょ。面白い。この髪面白いね。ね。よくできてる。なんかね、発祥、赤い液じゃないんだよね。ほら、赤ちゃんが使っても大丈夫だから、本当は舐めても大丈夫だよ。へー。うん。本当は手拭かなくても大丈夫。ありがとう、ワドさん。多分書きにくいかもね、その、うん、特殊なあれなんかな。あ、かわいい。寄り目マークだ。はい。うん。ありがとうございます、ワドさん。いいよ、いいよ。ラミネートするかって。ラミネートすんの、うん、どんな感じか、ちょっと完成品にして。ちょっと。あ、開けてごめんね。置くよ。はい、はい、うん。こんな感じです。配信者で手形取られるってすごくない？手形。足型も取る。足、もう一枚もダメだ、俺の足ね、リナネコの顔にそっくりだからね、リナネコのサインかどうかわかんなくなっちゃうから。いいよ。じゃあ行くじゃん。行こう。行こう。うん。足行ったらいいのハリウッドにもね、手形残さないとね。ガチ勢は、これ勉強になったでしょ？ガチリスナーは手形取りに来るからね。ビールありがとう。寄り目マーク知らなかったらにわかだから。寄り目マークは和道リスナー子さんだったら書けるから。なぜならばって検索したら出てくるよ。なぜならばって。みんなね、手抜いてね、寄り目って打ってね、寄り目の顔文字打つんだけど、本物の和道リスナーは、なぜならばの記号を使うから。カッコで、なぜならばを挟む。あー、ライトアップしたらいいじゃん。めちゃめちゃ綺麗じゃん。なぜならばで検索してみて。そう、なぜならば伊達に5年目じゃないですからね。
伊達に。ありがとう、花火ありがとう。なぜならばって打つと記号が出てくるから、誰か手本書いてあげて。花火ありがとうございます、ゴンタロー CEO さん。ありがとうございます。花火ありがとう。いやでもね、俺ね、なんでね、音声配信やりたかったか知ってる？俺ね、金梅さんとかね、大手配信者の放送見てて、あれやりたかったんだよ。飯雑。飯雑でしょ？やっぱ旅館浴衣着て。あれをやりたかったから、今日は飲む？今日飲む？今日飲む？あれやりたいでしょ？飲もうか、今日は。飲みますか。いや、やりたいでしょう。過疎生主とか財力がないからできなかったんだよ、昔は。今日は行っちゃう？いや、みんなで飲む？いや、きね、ねえ、こう、たまには飲まないと、やっぱり。飲んでるところも。やっぱ俺もね、金梅さんとかさ、大手配信者がやるやつやってみたかったんだよね。行ってみるか。飲んじゃうか。あ、初見さん、もしよかったらフォローよろしくお願いします。アイテムありがとう、アイテムありがとう。チェックイン早いの。そしたらあれだよ、もう最悪ラブホ。もうないかな。まあまあ、それも旅だからね。それも旅だから。もうちょっと綺麗だね、ここね、石段ね。よし。じゃあ皆さん、この辺でお別れいたしましょう、一旦。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。ではですね、旅館がゲットできるのか、ゲットできないのか、7000円なのか、1万5000円なのか、3万円なのか、蓋を開けてのお楽しみということで、この辺でお別れしたいと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ様でーす。じゃあ、後で放送します。お疲れっす。夜は飲もうね。